どうも、しげしげです。本日はモンスト柱ミッションの鱗滝さんを火属性4体で攻略っていうやつをやっていきたいと思います。まあ、やっていきますと言っても、ですね、これ録画になっておりますので後付けの実況というかになります。さすがにね、これもう安定しなすぎて、もう喋りながらプレイするなんてもう絶対に無理だったので、画面収録で、プレイしたものに合わせていきたいと思います。本当はねソロで勝ちたかったんですけど、まあ、手持ちで張飛が複数いなかったのとか、まあ、炭治郎も1体しかいなかったですしっていうこともあって、まあ、紋章力も全然足りないですしっていうこともあって、ツイッターでマルチで、まあ、フォロワーさんだけが来るようにね、こうひらがなで炭治郎募集みたいな、鱗滝さんやりますみたいな感じでツイートして集まってもらった4人とやっていきたいと思います。まあ、炭治郎結果的にね炭治郎4っていう編成なんですけれども、やっぱり失神ついてる人多かったですね。はい、これもまあ言ってしまうと勝てたテイクなんですけども、これまでに 4,5 回挑戦していて、そのツイッターで挑戦していて、でもみんなほとんど結構失神とかがついてたので、あ、やっぱり失神ってこういうクエストにおいては大事なんだなっていうのを実感したクエストではありましたね。あとは純粋にその大事なところで言うと紋章力、ニードルパネルをさ 99% カットできる紋章とかさ、こんなん絶対必要じゃん。もうそれはもう M4 とかさ、なんかうまい実況者さんプレイヤーさんとかであればそういうの全然いらなくても立ち回れるんでしょうけど、僕みたいな一般プレイヤーからするともう紋章力でどうにか頑張るしかなくて、で、あとアイテムでハートが出やすくなる マイフロア出るようなやつとか、あと HP 減らすのとかあるじゃないですか。あれもソロで挑んでた時にダイヤもメダルも全部使い切ってしまいまして、これ何も使ってないで挑戦しております。本当にね、本当はソロで勝ちたかったんですよ。勝ちたかったんですけどね、まあまあまあ僕の実力はこんなもんだって思いつつね、まあでもツイッターとかで検索してると、いや本当にこのクエスト火属性4体でやるっていうのはなかなか難しかったようで、あ、別にまあ僕は少数派じゃないんだ、仲間はいっぱいいるんだって思ってなんかほっとしたところはありましたね。で、はい、ここでもね、ピヨピヨ失神が入ったりしてね、まあ、若干残っちゃったりもしましたけど、まあ HP は半分以上保ちつつ突破できたのかなという感じです。1人フレンドさんはいたんですけど、たまたまね入ってきてくださったんですけど、残り2人はまだフレンドでもない方でして、はい、でここですね、この真ん中の名前すいません分かんないんですけど、まあ鬼滅の岩を割るシーンの再現なんでしょうね。この真ん中の岩の氷の子がめちゃくちゃ硬くてですね、これも SS みんなでぶっ破します。まあ、初手の人が全部きれいに倒してくれたのでターンには余裕はあるんですけど、ここで何回も負けてるのでもう SS ここで全部ぶっ破しますね。まあ皆さんもきっとそうだったんでしょうね、もう1手目からっていうか、これが普通の立ち回りなのかな。火属性でさ、こんな硬い水属性の敵を倒そうとする、そもそも本当に。1手目の方がいい感じに、まあ、弱点も殴ってくれてだいぶいい感じに4分の1は削ったのかな。はい、でダメージもね、もちろん相手は水でこっちは火だから痛いですしということもあって、まあ、HP を温存しながらね進んでいかなきゃいけないので、なるべく早く倒しながら、ハートが湧いたらそれを大事にしながらっていうね、本当にいろんなところに神経使うクエストでしたよ。結局この日が木曜日かな、木曜日の降臨で3時間ぐらいあったんですけど、2時間ソロで挑んでもう1時間、ツイッターマルチで挑むっていうね、フルフル挑んでますからね。いや、それだけ柱になりたかった、鬼滅が大好きっていう
のはあるんですけど、にしても難しすぎんこのクエスト本当に。鬼滅の刃が大好きで入ってきた人はまずあの柱にはなれないなっていうのは思いました。まあそれはしょうがないのかなとも思いますけど、まあ、あのこの前の段階で豪絶に挑戦しなきゃいけないみたいなクエストあったじゃないですか。そこでまず運極10体は必要じゃないですか。その豪絶に挑む条件として豪絶が10体必要で、でこのね鬼滅が始まったタイミングで僕はあの友達を1人ね、モンスト一緒にやろうよっつって始めてもらったんですけど、そこでちょっとその友達置いてっちゃった部分があるので、どうしてもねいきなり運極10体は厳しかったので、はい、その友達は柱にはなれなかったんですけど、まあまあまあしょうがないよねって納得してたのでオッケーです。さあボスいきましょう。シャツの剣士としてふさわしいかどうかを、ボスはまず雑魚処理してっていう感じなんですけど、まあ配置が偏ってなかったので、はい、これも斜め使って削りましたね。はまりはしませんでしたけども、まあ削れるので、はい、僕のターンはこれはまあハマればいいなって感じで斜めに打ったんですけど、まあハマりはしませんでしたが殴って倒せましたと。でこっからですね、まあ火ダメも痛い中で、ガンガン、まあ、弱点も狙いつつ当たっていかなきゃいけないんですけど、この2手目の方めちゃくちゃ上手くて、打ち方が一回斜めに壁を跳ねて下に入っていく潜っていくみたいな打ち方、僕こういうの絶対できないんですよね。絶対でもないかもしれないんですけど、まあ、練習というか圧倒的にプレイが足りてないと思うんですけど、できないんですよね。あの打ち方とか見えない。この角度で打てば入るっていうのは分かるんですけど、こう打ったらここに跳ねて入るっていうこの見て先とかが全く見えなくて、あ向いてないんだなって思いつつ、これですね、こういうピヨピヨが入るとやっぱりね熱いですよね。失神めちゃくちゃ強い。まあそれで言うと結構身は厳選してちゃんとつけたし、紋章もね、つけてるので、完全になんかこうにわかなわけではないことだけこう一応お伝えしておきたいです。そんなフレンドさんというかマルチでね、なんかなんつうだろう、古事記じゃないな、違うな、なんつうの、手取り足取りやってもらったわけじゃないっていうのは一応アピールしておきます。はい、でここでまた失神が入ってたので、多分ここ失神入ってなかったら削られてるんじゃないかなぐらいの HP ですけど、はい、失神のおかげもあって倒しきることに、成功しましたと。でこの次ですね、また雑魚の処理からということなんですけど、ここのね僕のショットが本当にひどい。これあの右上に入れたらいいなと思ったんですけど、手前の敵に当たっちゃったっていう恥ずかしいやつなんですけど、結果的に左下にはまっていくっていうね、もうラッキーショットにも程がありますわ。まあ、このプレイまで約3時間、まあ、2時間半か2時間半ぐらいやってるので、まあいろんなところが疲れてる本当に。もう絶対鱗滝さん見たくないもん。鱗滝さんいい人なんですけどね、僕原作大好きなんで鱗滝さんの良さとかもめちゃくちゃ分かるんですけど、鱗滝さんが嫌いになるようなクエストでした本当に。でここでまた失神が入ると、失神熱いね、本当に熱い。まあクエストによっては失神が入っちゃいけないクエストとかもあるんですけど、このクエストに関しては本当に失神の強さを感じたクエストでしたね。一発一発が痛いし重いし、で回復開かなかったら大変だし、これなぜか上に入っていく、ただクリティカル2回出たので割といいダメージが入るっていうやつですね。弱点が下にあるのに上に入ろうとする打ち方っていう、上手い人から見たらお前なんだその打ち方はってなると思うんですけど、はい、これで、次ラスゲですね。ラスゲまで来ることができました。でこっからあの音変わります。曲が流れてきちゃうんでね、どうしても権利的に音を差し替えて
まあ SS のボイスとかが入らないのでちょっと物足りなくはなるんですけど、まあご了承くださいということで、まずはザコからですね。ザコを倒しながら、まあ友情で少しでも鱗滝さんにダメージ入ればいいなっていう感じで、まずみんな打っていきます。はい、で僕もいい位置にいたので、これはもうハマって確実に処理しちゃいます。もう合ってるのかどうかさえも分かんないけどね、今堂々と解説みたいなことしてますけど、合ってるのかさえ分からないからね。で SS がもうみんなね、たまり直しましたので、こっから打っていきます。もういかに、こっからはいかに与えられるかなんですよね。弱点殴れるかなんですけど、まあなかなか下に入るのとかむずいよね。うん、で、3人目の方も SS を打っていきます。で今度弱点上なんですけど、そっから入るのむずすぎんっていう感じでしたよね、これはね。だって反対側にあるんだもん。ただ上に何回か入りましたよね、今かなりいいダメージを与えてくださって、はい、クリティカルも入ったりして、もう残り4分の1ぐらいかな。はい、で、最後の方が SS を打っていくんですけど、これはまあ別に攻めるわけでも何でもないんですけど、めちゃくちゃ危なかったですね。まあ猛暑力が若干足りてないのか、ニードルパネルめちゃくちゃ食らっちゃってるんですけど、ここでね、上にはまって、はい、上にはまったのが良かったんでしょうね、わかんないですけども。あ、ダメージのターンか、攻撃ターンか、攻撃ターンで強いのが飛んでこなかったので生き延びたっていうやつですかね。もしくは上にはまらずに下でカンカンしてニードルパネルもっと踏んでたらやられてたんですけど、最後僕の SS で決めることができましたと。いいね、やっと勝てましたよ、本当に。本当に長かったこれは。でも嬉しさのあまりね、スタンプを連打するっていうよくあるやつなんですけど、はい、ということで、無事勝つことができて柱になれましたという動画でした。本当に大変だった、本当に、マルチで参加してくださったフォロワーの皆さん本当にありがとうございました。これだって原作のファンからしたら激アツですよ。だって自分のさ、プロフィールじゃないですけど、このストライカーの右の勲章か、勲章のところ、これ柱にできるんですからね。まあこれでね、モチベーションというかモンストに対する熱が高まったところで、次ドラえもんコラボが発表されておりますので、そちらも楽しんでやっていきたいと思います。マルチの生放送だったりもやりたいなとは思ってるので、ぜひその際にはご参加ください。よろしくお願いします。本日は以上です。さようなら。